してまいりましてね。でそんな中やっぱりこれから変えるのは世の中ね、若い人とか本当にこれからのことを考えている人じゃないかなと思って、そういう人と夜を徹して日本をどうしたらいいかという話し合いができればいいなと思って始めさせていただきました。で実はね、昨日一日鹿児島に行っておりました。で鹿児島2区の補選、衆議院の補選で有川佳子さんっていう42歳かな、彼女があれなんですね、社会保険な社会福祉っていうのかな、介護福祉っていうのかね、その彼女が選挙に出てます。で集まってきてる人たち、昨日木内みどりさんと私と一緒に応援でずっと外車で回ったんですが、でまあその時若い人たちがいっぱい集まってボランティアやってるんですね。で私もつい気になって、お金はどうしてんだって言ったら、全部その寄付で賄ってるっていうんですね。寄付で衆議院の選挙できるんだなと思って感心しました。でみんな若い人なんです、集まってきてるボランティアはね。でまあ彼女もこのまま鹿児島で最初の原発が再稼働されたら、やはりここはずるずるとまた行ってしまうんじゃないかという思いから出馬をしてやったというところなんです。で参議院の山本太郎さんも毎日東京と参議院国会会ってますから、日帰りしてやっぱりずっと車に乗ってね、車の外側にこう箱乗りっていうんですか、バイク持ってね、でこうずっとやってて熱気あふれてましたね。で最初選挙どうなるのかなと思ってましたら、かなり盛り上がってます。これはね、だからそういう若い人がどんどんそういうボランティアで選挙ができるような世の中になってきたのかなと少し嬉しく思って帰ってきたんです。でそういった意味で我々は今日は馬場崎さんにいろんなことを教えていただいて、そして馬場崎さんにいろんな質問をしていただければいいなと思ってますが、まあそして教わりながら、ただ教わるだけじゃなく自分たちはどうしたらいいのかということをこう話し合いで分かり合い、そして何らか自分のできることを行動に移す、いわゆる実行する、そういう自分というものをやりたいなと思ってね。そして皆さんにネットで呼びかけてみました。だから結構皆さん方本当にこうして参加していただいて、まあ10人ぐらいの本当に語り合える声が届く範囲内でやれればと思って呼びかけて、こうしてみんな集まっていただきまして、ありがたく思ってます。でまあこれから私もいろいろと人生を語り、そして馬場崎さんからもまたその外交上の問題だけではなく、馬場崎さんの生き様というか、そういったお話も語っていただけるんじゃないかと思ってまして、そういう塾に、ロバタ政治塾、そういう形で進めさせていただきたいと思ってます。まあ簡単ですが私の思いで、こうして塾を開かさせていただいたということ、それを一言述べさせていただきましてありがとうございます。それでは本日講師をお願いしました馬場崎幸洋先生のご紹介、簡単なご紹介ですけれども、1966年に外務省に入省されて、
イラク・カナダ勤務を経てウズベキスタン大使ですとか国際情報局長駐イラン大使などを、歴任なされた後に2002年から2009年までが防衛大学校の教授を務められていたという、経歴になっております。